皆さんこんにちは。動画解放軍の自兵です。今回私はこの方にインタビューしたいと思います。こちらの方です。トミックです。よろしくお願いします。ね。通称トミックの動画解放軍っていうね、軍隊を引き連れてね、こう動画を解放するんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ質問一つ目で、あなたは24秒間でどのような動画を撮りますか？嵐のような動画を撮りたいですね。嵐のように荒れて、そして去る、こんな感じの動画を撮りたいですね。迷惑かけそうですね、いろんな人に。かけないですよね。はい。質問の2番目なんですけど、先ほど漫談しろと言われてなんかやってましたけど、あれ実はみんなやってなかったんですよね。騙されたんですよ。それどう思いますか？いやー、日常茶飯事なんでね、こういうことは。まあってもなくても同じかなとね。まあ結局そうなんですよね。こんなことぐらいで動じてたらダメだよね。じゃあ3番目の質問、24秒間テレビに対する意気込みを教えてください。2014年がひっくり返るような企画にしていきましょう。ひっくり返しちゃうんだ。もうジェンガのようにひっくり返します。ジェンガのようにか。ということでトミックさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。続いてインタビューを受けるのはこの YouTube クリエイター。一体どんな答えが返ってくるんだろうな。さらに全出演者による24秒間テレビの CM も公開中だ。もちろん人力車の芸人さんの CM も用意してあるぜ。24秒間テレビ本編の公開は8月17日。みんな楽しみに待っててくれよな。